皆様アロハ。ワイナワークスがお届けするカウアイストーリー、今日はリフウェの港近くにあるメネフネ養魚場からお届けします。メネフネ養魚場の本当の名前はアレココと言います。意味は波打つ地と、ちょっと不気味な名前ですが、どんな言われがあるのでしょう。メネフネは伝説の中の背の低い妖精と言われますが、実はハワイにポリネシアの島々から人が渡ってくる前にこの土地に住んでいた先住民族を指すとも言われています。メネフネたちは土木作業がとっても得意で、この養魚場の時のアリーから依頼されてたった一晩で完成させたと言われています。また別の伝説では、作業する間絶対に見てはいけないと言われていたアリーが我慢できず覗き見してしまって、メネフネは途中で帰ってしまったとも。どちらにしてもメネフネたちは大勢で列になって手で石を運んで石垣を作り、この養魚場を作ったと言われています。この人海戦術的な作業方法、カワイ島ではボランティア活動で人手が必要な時、メネフネ方式と呼んでいます。一生懸命に石を運んだメネフネの手に血が滲んで、それがこの水を染めたことからアレココと呼ばれたそうです。小さな一人一人の力で大きなことを成し遂げる、それがメネフネ方式です。強くて働き者でちょっとシャイなメネフネたち、いろいろな伝説に登場する彼らのことをもっと知りたくなりませんか。最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アロハ。